はい、本日ですね、こちらスーツに似合いづらいダウンジャケットをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日ですね、スーツに似合いやすいダウンジャケットっていうのこちら出てると思うんですけど、そちらね、作らせていただきました。で、逆にスーツに似合いづらいのって何かなということで、実はアウトドアブランドやったら全部似合いづらいと思うじゃないですか。そんなことなかったんですよ。っていうのもね、サーミパーカー、アークテリクスのこのサーミパーカー、めちゃくちゃええやんけと、めちゃ似合うやんけと。で、しかも、機能的にも問題ない。それやったら土日も着れるし、普段のサラリーマンの時も着れるって考えて、あ、めちゃくちゃお買い得じゃないですか。じゃあノースフェイスなんかどうですかってことで、今回ずらっと並ばせていただきました。でノースフェイス以外にも例えばナンガとかもあったりするんだけど、まあ、ゴリゴリのアウトドアブランドってスーツこういう時に着た時どうですかというのを、ね、見ていただきたいなと思います。あくまで僕サラリーマン一度もやったことないし今後もやるつもりございませんので、ベルトつけてないとかね、時計つけてないやんとか、そういうことに関しては一回ちょっとスルーしてください。だいたいこんな雰囲気、サラリーマンって言ったらこんな雰囲気で金髪でメッシュ入れてピアスしてるでしょと。なそれでだいたい行きましょうっていうことなんで、まあ、こんな格好でダウンジャケット来た場合ノースフェイスだったらどうなるか、まずは一つこれ似合わへんで分かってんだけど一回着てみましょう。何かというとね、こちらズドン、ヒマラヤンパーカーではですね、着ていきましょう。見てください、これいかにも仕事ができなさそうなサイズ感。大体僕が勝手なイメージだけど、なんか仕事できひん人ってサイズ合ってないっていうね、特にスーツの時に合ってないっていうイメージあるけど、まあ私服の時はねオーバーサイズなんて言ったりするんだけども、スーツでこの格好で着てください。あ、この人仕事できひんわと、提案とかされても、ああんたの提案ちょっと受けたくないわって思われるような感じですよね。こういう感じの、シルエットになっておりますので、まあもともと似合わへんと思ってたけども、やっぱり登山用は登山用ですよねっていうことで、特にこれはね登山の中でも山頂で着る用として作られておりますので、もう別格的に似合わないということが分かりましたね。では次は、何かと申しますと、あ、これも人気のダウンジャケットですよね、ノースフェイスの、バルトロライドジャケット。これも私服で特に皆さん見ますけど、これもし仮に私服だけじゃなくてスーツでも着れたらめっちゃ良くないですか。ほんでじゃあ一回着てみましょうよと。ちょうどスーツ着てる時にね、何ダウン着ようか迷っとってんっていう方はね、これをまず着ていきたいなと思うんですけども、おそらく似合わないとは思いますがね、こんな感じでいきましょう。ゾン、はい、シルエットはさっきよりマシなんですけども、いかにも土日の遊びの方が大事なやつが着てそうな雰囲気ですね。僕仕事あんまやる気ないけども土日の休みが大好きですっていうやつがこういう感じで着てて、お前それ休日の服スーツに合わせただけやないかっていうような感じのシルエットですよね。スーツはスーツ用でしっかり合わせるダウンジャケット必要なんよと。でもそういうのがめんどくさい人は、前回の動画でもやったけども、スーツに似合うダウンジャケット着ればいいんやけど、どうしても流行りのバルトロを着たいから、これ僕も買っちゃいました。土日用として買ったんやけども、平日のダウン買う金ないからもうこれでいっちゃえみたいな感じのね、無理やり着てる感は非常に出てるんですけども、だってこれでスーツで営業着てみてくださいよ。あ、こいつ遊びの方が大事なんやなって思うでしょ。なんか仕事本気じゃないんやなっていうのがね、いかにも出てますけども、そうなんです、仕事が本気じゃないんですっていうことでね、だからこんな格好してるんですっていうことなんですけども、ちょっとやっぱ似合いづらいかなとは思います。まあ僕の知ってる限りね、かっこいい大人っていうのは男の人は特にでしたけど、仕事本気なんですよね。だからそういう人とはちょっと遠いかもしれないですけど、次だこちら、アンタークティカパーカー。これ南極大陸で着るようなんですけど、もしかしたらお仕事でね、皆さん南極大陸行くこともあるかもしれない、出張で、僕ちょっと南極大陸行ってくるわってね、奥さんに言ったら、おそらくあんた嘘つきなって言われると思うんですけども、そういう時にはね、こういうダウンジャケット着るのもありかなと思うんですが、じゃあそれがスーツに似合うのかどうかっていうところね、皆さん見ていただこうと思うんですけども、いかがでしょう。意外と悪くないということでね、やっぱ着丈長いやつが似合うんかな。着丈短いのがちょっと変ないけど、着丈長いこんな感じだったらね、ちょっとスポーツチームの監督みたいな、サッカーの監督みたいな感じ、こんな感じでねやってね、まあ、最近ちょっと三笘いいねとか、三笘調子いいねとかね、あと伊東純也やっぱり最近安定してるよねとかね、やっぱ鎌田がやっぱちょっと別格やねなんて言って、サッカーの監督みたいになってますけどね、そういうサッカーの監督もしくはスポーツチームのね監督なんかには非常にいいコーディネートになってるんじゃないでしょうか。こんな感じでピッチの上で立っていただけるといいんですけども、街中ではちょっと浮きますけどね、街中では浮くんやけども、思ってるよりも変な感じじゃなかったっていうのがこのアンタークティカパーカーになっております。次はですね、こちらヌプシジャケット。もうこれはどうなるか大体想像はつくんやけども、一回着てみましょう。はい、とまあいかがでしょうか。たまにこんなちぐはぐな格好してる人いてますけどね、中めちゃくちゃフォーマルやのに外めちゃくちゃカジュアルっていうね、僕はこういう人は絶対信用しません。あ、この人も仕事本気じゃないんやなと思ってね、こんな人から絶対契約はしませんし、何の契約か分からんけど、とにかく契約しないということで、あ、お帰りくださいと。この間もインターホンピンポンってなった時、こんな格好してる人いてましたわ。スーツの上にわけわからんジャケット着てね、それ中華服やでっていう人おったんやけど、それインターホン越しで断ります、結構ですって言って終わり、それ以上はもう特に会うこともないって感じなんですけども、そういったスタイルになっておりますね。これは私服では着れるんやけども、スーツではなかなか厳しいということ
ということですね。そして次マウンテンダウンジャケット、これもノースエースの私服の中では名作のねダウンジャケットなんですけども、おそらくこれもヌプシ同様ちょっときついでしょう。はい、とまあいかがでしょうか。だいたいこういう格好してるやつでね、ノースフェイス行くときはそれでええんよっていう格好思ってるやつはだいたいこの格好しますわ。これでええやろうと思ってね行ってるんやけども、残念ながら周りからは痛い目になってることも気づきませんというような格好になってるんですけど、ちょっとやっぱ厳しいですよねこれはね。さすがにね、まあ、フードとかあるから余計厳しいんやけども、それ以上に今カラーリングもやっぱこの黒とね、いつもノースフェイスのお得意のカラーになってくるとどうしてもちょっとスーツではもうめちゃくちゃ合わんくなってくるんやけどもね、そんなことになっておりまして、最後こちらナンガのジャケット、もうどう見ても合わんって分かってるでしょ。うん、分かってるのは分かってんね、どう見ても合わんって分かってるけど、一回着てみてほんまに合わへんのかっていうのはね、ちょっと怖いもん見たさというか、どんな感じなんかっていうのを見たいのでね、見てみましょう。はい、ズドンということでね、これもだいたい仕事でやつこんな格好してますわ。でこれでね、まあ、僕が知ってる限りで言うと、ちょっと広めのコンビニの駐車場でプロボックスの中で座席倒してゲームしてますわ。この格好しながら冬の寒い時にね、おいおい何してんねんと思うけど時間潰してるんですね。営業行ってこい言われて、はい行ってきますって言ってね、早帰っていたら早帰っていたら仕事振られるからね、ちょっとゲームして時間潰そうなんて言ってやってる人大体こんな感じですわ。もう仕事にやる気なんかないんよ、もう飯だけ食えたらそれでええよっていうスタイルはこのスタイルになっておりますので、まあ女性の方なんかはね、まあ僕の視聴者さん女性の方はほんま 10% ぐらいしかおらんからほぼおらんねんけども、もし女性の方いらっしゃったら、男性でこんな格好してるやつは仕事本気じゃないからね、今後養ってもらえませんので、そんなやつはこういう服装で見分けれます。あ、こいつ仕事に本気じゃないなと思ったら出世もしません、評価も上がりません、一生ゲームしております。だから皆さん気をつけてくださいということなんですが、まあ、こんな感じで、特にアウトドアブランドってやっぱり相性悪いんですけど、その中でもいいやつってあるよねと。じゃあいいやつ最後着ときましょう。ちょっともう全部着るのめんどくさいから1個だけ着ときますけどもね。はい、とまあいかがでしょうか。こんな感じで来てね、もちろんフードとかあるからカジュアルさはあるんやけども、それでもこうピシッとしてる感じはありますよね。あ、これやったら仕事できそうやし安心できて任せれそう。だって今回ね、僕今までちょっとネクタイ派手なやつとかつけてたけども、今回はピシッと決まるように地味な感じとかシックな感じにしてんのに、それでもやっぱりアウトドア系になってからちょっと似合いづらいっていうのがありますので、まあ、これもアウトドアブランドなんやけどね、デサントのマウンテンにやって、そんなんなんですけども、まあ、僕には今回ね一生縁のないテーマ、スーツを着てお仕事させていただくってことがないので、一緒ない縁のないテーマなんですけども、視聴者さんはね結構スーツ着てはる方とかバリバリ仕事されてる方非常に多いのでね、まあ、今回来てもらって、あ、俺周りから見たらこんな感じで痛いんやなとかね、あ、俺周りから見ててもこんな感じでスタイリッシュなんやなっていうのをね見ていただければなと思います。まあ皆さんあと見ていただいた感覚でご自身の趣味がありますので、あ、俺意外とアンタークティカパーカーやったらいけるかもしれんとかね、そういう風に思っていただければなということで、本日はですねスーツに似合わないダウンジャケットを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。